高橋由一チャンネル。近年から噂されている韓国経済が危ないとの話ですが、もしデフォルトすればあの国はどうなるのですか。かっこ別に心配していません。一番気になるのは日本への影響です。経済難民ボートピープル来襲なんてことはあるんでしょうかという質問です、うん、噂されている韓国経済が危ないっていうのは、まあ、よく言われるのは、はい、あれだよね、中国の依存度が高い、はい、それで西側諸国で中国の依存度を切るという、はい、切るっていう話になってくるから、はい、そこは結構大変なだと思いますよ、うん、あの韓国もね、はい、正念場だと思うけどね、はい、でもこれで出ようとしてればどうなるのかって、過去にちょっと1990年代の、はい、最後ぐらいにあったからね。ね、うん、あったから、それは一つの参考例になると思うんだけど、はい、その時に日本は、もう、まあ、関係ないですよ。何も関係ないですよ。ボートピープルも来なかったよ。あ、なるほど。うん、何も来なかった。経済難民もなくて、こんなの難民になって大変だから、地続きだったらね、いろいろ心配しなきゃいけないんだけど、さすがに海は泳いでくる人なかなかいませんから、うん、からそういう意味であんまり心配することはないですよ。うんうん、実際問題、韓国経済自体はだいぶ危ないところは危ないっていうか、中国の依存度高いからね、はい、うん、だから中国のところ切られてくるとなかなか大変なんじゃないの。だから多分日本にいろいろと韓国が今回五輪の関係でね、話し合いをしようって言ってるのもね、裏側としてはね、はい、経済がうまくいかないっていうのがあるんじゃないかなと思いますよ。中国だけにシフトしていくってことはないんですか。シフト、だから中国にシフトしていくのでも、中国は全てじゃないからね。やっぱり韓国経済は西側諸国の中の一環だから、アメリカとかヨーロッパもあるでしょ、はい、そこを気にしなきゃいけないからね。うん、そうすると、今までは中国と結構深く付き合ってたんだけど、そこがだんだん切られてくると、韓国経済も大変かなとは思うけどね。一時、すごくサムソンが勢いあったりしたんですけど、ね、勢いあったんだけどね、韓国の中の政局でね、サムソンをいじめたりいろいろするからね。あれ政局で、ね、あれそれはそうでしょ、うん、だからだん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 勢いもね、なかなか従来のようにはなくなってきてるっていうところありますよね。最低賃金引き上げとかもやっぱり影響してるんですか。うん、まあ最低賃金引き上げっていうのは、まあ影響はなくはないだろうけど、うん、まあ韓国経済自体が中国にすごく依存しちゃったっていうのはやっぱり大きいんじゃない。あ、一番やっぱそこがポイントなんだ、うん、だからそこは中国の市場を失うって形になったサムソンも大変でしょ。だってすごくたくさん輸出してるもんね。ほう、うん、だからそういうところはあれだよね、お客先がなんか失うって意味で大変なんじゃないの。韓国どうしていくんですか。どうしていくって、こんなの自前でやるっけないんだよ、最後は。誰も助けてくんないから。だん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 シフトして、日本の方にもだから、あれなんじゃないの、分散を送ってね、はい、正常化しようって、サインがたくさん出てるんじゃないの。うん、まあでも対応しませんけどね、日本の方はね。そう、だから正常化したいんだったら、なんかちゃんとしてくれればいいねって、こっちからは思うんですか。思うんだけど、だからそこは、まだそこまで追い込まれてないんじゃないの。あ、まだちょっと余裕がある。まだ余裕があるからじゃないの。だから余裕があるうちに、ちょっとあんまり頭下げないで、なんとかしたいと思ってるんじゃないの。あ、うん、だん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 追い込まれてくると、本当に、なんか、深夜な階段なくやってくると思うんだけど、でもね、今回のオリンピックでもね、はい、まあ、すごいこと言ってるからね、まだ余裕があるんじゃないの。そうですね。日本に対してすごいこと言ってて、日本の方もさすがにさ、ぶち切れてさ、はい、あれだよね、福島さんの話についてね、はい、いい加減せよって言うんで、抗議してたよね。はい、日本の政府の方もね、オリンピックのさなかに珍しいと思うけどね、はい、あそこまでやってくるんだよね。なんか食料センターをオリンピック前に作ったどうのこうのとかいう話で韓国政府が否定してるらしいんだけど、日本製品を貶める場合のためにいろんなこと言ってるじゃない。はい、うん、だから日本政府を貶めたいためにいろんなこと言うってこと自体はまだね、困ってないんじゃないの。そこまで言う元気があるんだから。ああ、そういうことなんですか。うん、じゃないの。本当に元気なくなってきたらそんなこと言ってらんなくなるんじゃないの。だんだん元気はなくなっていく。なくなりつつあるんじゃないの。方向ですよね。まあだから文在寅さんの最後ぐらいは結構悲惨になるんじゃないかな、あと1年間ぐらいだけどね。あ、そうですか。うん、まあ全て自己自得だから、これはこれでしょうがないよ。日本側として何もすることできないもん。本当に正常化したいんだったら、慰安婦の話とあと徴用工の話で、はい、もう向こうが頭下げればいいんだけどね。はい、なんかでも一回頭下げてまた調子取り戻したらまた手のひら返しそうですよね。だから経済との見てて、ギリギリまで本当に助けなきゃいけないぐらいの放置しておくんじゃないの、日本。日本としては。うん。だって別に韓国とそれで付き合ったところでプラスにならないしね。そう。放置してて、経済的に落ちていってね、苦境になるのを待つんじゃないの。でも、
そうなっても別に助けなきゃいけないってわけだけど、でも、あの韓国経済はいつもこの外資を入れてやってて、はい、外資が逃げていくのはすごく大変なんだよね。 IMF 基金、 IMF の基金の時もそうだったんだけどね、はい、そのために日本とあの通貨スワップなんか結んでたよね、はい、だからあの韓国は多分ね日本と仲良くしてその通貨スワップを結んだりしてね、あのそれをいざという時のために備えたいんじゃない、はい、あしたいんですね。だからそれも日本は分かってるから、はい、放置してんだよずっと。日本は助けるメリットはないよお前だから変なあの日本企業が人質に取られて、ね、大変なことになってしまっちゃいけないってレベルでしょ。日本企業あ韓国にじゃあたくさん行ってるからね。はい。そこはでも危なくなったら引き上げてくるんですよ。最後はそうでしょ。だからあんまりも政府はあのやることは少ないと思うけどね。はあ、韓国は大変なんじゃないの。本当に大変だったらさ、あいつは日本に来た時ぐらいねちょっと週刊誌した方がいいよね。全然イメージ悪くなるよね。はっきり言うよねこれはね。あの福島の話とか ね、 そうですね、あのブーケをさ福島さんだから受け取るの嫌だとかさ、あんなこと言っちゃいけないよね。そうですね、うん、あとあれでね、あの韓国の放送局が福島に来たらあのオリンピックの放送をそっちのけであの放射線で分かってたなんて話もあるしね。あれ何 なんですかあの人たちは。いやもうなんかもう人間性だと思うよ私は。最後は人間性なんですか、うん、どうしても日本がやってるのは気に食わない。それなんでそんな日本が気に入らないんですか。教育でもある、教育もあるんじゃない。教育ですか。うん、すべては日本は悪かったっていうので持っていくからね。なんでそういう教育になっちゃったんでしょうね。そういう人たちだからしょうがないです。そういう人たち。どうもさ、性善説に立って話するんだけど、はい、基本的には、あの、国際社会は、はい、あの、性悪説に立った方がいいですよ。じゃあ、韓国の人は永遠に仲良くできないということですね。だから、そういうふうに思ってた方がいいでしょ、うん、そしたらそれなりに対応ができるから。個人的にはいい人が多いと思うけど、国家として集団的としての活動っていうのはちょっとおかしいよ。それよく今回のオリンピックなんかでもおかしいやっけ。そうですよ。だから世界で笑われてると思うよ。それよく中国人も韓国人も個人はいいけど国になるとっていうのは、個人はいろんな人がいるからさ、だからいい人もいるってことだけど、だからその時にいい人もいるってことだと国としてのその集団とかね、国としての統一性がなければそれはそれでどこの国でも許容範囲なんだよ。でもさ、中国とか韓国の人って集団になってからもそうだから嫌なんだよ。はい、伝統的なもんですか。うん、だから国際社会の中で生きていくとだん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 違ってくると思うけど、まあ日本としてはあれだよね、そこまで待ってて、あの、あんまりお付き合いしない方がよろしいんじゃないの。だって、あれですよ、明治時代からずっとなんか、なんとかしようとしたんだけど、絶対ダメだったって感じですよね。多分ダメだよ。だから、まあ、だから、性悪説に立って、はい、そういうもんだと思い込んで、思いながら行動していけば、あんまり腹が立たないわけだね。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。